マンステールは、フランス、グランテスト地域圏、オーラン圏のコミューン。オートイコールボウ産地中心部、フェッシュダニにある。マンステールチーズの産地として名高い。コミューンの東は、谷がギュンスバックへ向けて開けていく。西は、ボージュ山脈と、オーネック、ロータンバシコフの峰が交差する。コルマールから、マンステールまでは、D417 道が通じている。 修道院の廃墟マンステールとは、修道院を意味するモーナステアに由来する。コミューンの起源は、660年頃セグレゴリウスに捧げるため建てられたベネディクト会派修道院、マンステール修道院にある。1308年に、コミューンは城壁で囲まれ、1354年にたコミューンと、共に十都市同盟に参加した。16世紀には、 宗教改革がコミューンを席巻した。1618年から30年続いた30年戦争でコミューン全体が荒廃した。フランス革命後の1791年、マンステール修道院は閉鎖された。第一次世界大戦と第二次世界大戦で地方全体が残酷なまでに痛めつけられた。特に第一次世界大戦ではコミューンの85%が破壊された。 マンステールは長い歴史のあるテキスタイル産業のコミューンだが現在危機に瀕している。家畜の飼育や落農中心の農業が盛んである。ありがとうございます。